お店番をするよ。よーし、今日も一日頑張るぞ。いらっしゃいませ。や、この前買ったあれはすごいな。感動したよ。こういうことがあると遠路はるばる来てよかったと思う。本当？うわ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。これを。いや、すまない、なかなか手に入らなくてね。まさかこんなに品薄になるとは思わなかった。ありがとうございました。しかし君はまだ若いのに本当に頑張って店をやってるな。きっと大きな店になるだろう。ありがとう。でもグレゴールさんだってあんな危ない仕事を頑張ってるじゃない。勇敢だよね。いや、私は全然勇敢なんかじゃないさ。臆病者だ。そうなのかな。いらっしゃいませ。ねえねえ、この間買ったあれすごくいいものじゃないか。うちに帰って見てみてびっくりしちゃったよ。本当？うわ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。これをくれ。いや、助かったよ。ここになかったらもうどこにもなくて困るところだった。ありがとうございました。ところでどう？この村にも慣れた？やっぱりお店なくて不自由してる？だいぶ慣れたよ。それに最近は親方についてずっと家にいるから自由も不自由もないしね。修行も厳しいし。ふーん、親方と修行か、大変そう。確かに大変だけど、僕は必ずいつか世に名を馳せる職人になるんだ。お互い頑張ろうね。ああ、今日もよく働いた。さて、明日からは別のこと。ええ。お店番をするよ。よーし。いらっしゃいませ。まずは礼を言わせてくれ。先日譲り受けた品、大変役に立った。とても感謝している。本当？うわ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。今日はこれをいただこう。いや、助かった。ありがとうございました。いらっしゃいませ。よう、この前買ったあれよかったぜ。かわいこちゃんのぬくもりをいっぱい感じることができて幸せ。本当？うわ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。
今日はこれが欲しいんだが、実はちょっと通いすぎで財政なんでさ。なあ、ファンサービスだと思ってさ、一つ。どうしようかな。よし、買った。僕は買うぜ。可愛い子ちゃんのためなら何だって買うさ。やったー。また今日も人参かい。可愛いね。そういえば君はハーフェンにはあまり来ないのかい。ううん、たまには行ってるよ。でも村にいる方が落ち着くからあまり長いはしないけどね。わお、そりゃいいこと聞いた。今度ハーフェンに来たら一緒に買い物でもしないかい。いろいろ紹介するよ。いえ、結構です。大丈夫だから。もうよく働いた。さて、明日もお店番をしよう。別のことをしなくちゃ。ええ、お店番をするよ。よし、いらっしゃいませ。こんにちは。この前買っていった商品すごく良かったよ。今までいろんな店を回ってみたけど最高だった。本当？うわ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。今日はもちろんこれを買いに来たんだ。しっかり置いてあるな。なかなかやるね。ありがとうございました。そういえばホーニヒドルフの親父と姉貴に会ってきたよ。相変わらずだったけどね。誰もが嫌がるはずの蜂に目をつけて、逆にそれを商売にしてしまうとは。しかも着実に利益を上げてるんだ。僕もかなり頑張ってるつもりなんだけど、まだまだ親父にはかなわないよ。そうそう、親父は昔すごいことを発見して国中の目を釘付けにしたことがあったんだ。ある日、王国中でヒゲのない猫が多数出現していることを発見したんだよ。誰もが気づかなかったこのことを。それも話によると僕より若い頃のことらしい。ただものじゃない。なんだか他の人には入ることができない世界ね。やあ、ビオ。この前は素敵なものをありがとう。とっても良かったよ。本当？うわ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。今日はこれ、ビオの店にあって良かったよ。どうしても欲しくてね。ありがとうございました。また来てくださいね。もうよく働いた。明日からは別の。え、いい。
お店も。よし、今日も一日頑張るぞ。いらっしゃいませ。調子はどう？そうそう、この間のアイテム結構良かったわよ。ずいぶん腕を上げたわね。本当？うわ、今日はこれが欲しかったのだけど、ちょっと値段が高いわね。私ならこのアイテムはこんな高額にしないわね。どうしようかな。いいわ、それで買いましょう。やった。それにしてもここにはずいぶんとどまってしまったわね。ちょっと経由するだけのつもりだったのに。あ、アイゼルさんは確か旅の途中でしたっけ？また次の土地へ行って錬金術を伝えたりするんですか？私は錬金術を広めるとかそういった高尚な目的で旅をしてるわけじゃないわ。ただ自分を見つめ直すためにね。でもここではいろいろなことを学んだ気がするわ。あなたからもいろいろと教えてもらったことはあるわ。そんな、とんでもないですよ。私も錬金術を教わって助かってます。もし会ってなかったら今頃どうなっていたか。そう、よかった。カロッテ村はあなたの大切なふるさとだからね。旅に出るとね、心細いけど帰るところがあるって思うだけで落ち着くわ。ふるさとって大切よ。村を大事にしていくのよ。アイゼルさん、もういなくなっちゃうんですか？それはどうかしらね。それじゃ、またね。いらっしゃいませ。こんにちは。この前お嬢ちゃんに譲ってもらったあれ、すごくいいものだったわよ。おばあちゃん感動しちゃったわよ。本当？うわ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。今日はね、これを買いに来たのよ。もうハーフェンにもどこにも売ってないのよ、これ。ありがとうございました。そうだ、今日はお嬢ちゃんに一つお願いがあるの。いいかしらね。実はね、今度毎日手料理を食べに来てくれている人たちと大きなお鍋会を開くことになったのよ。それもね、10人とかじゃないから、お風呂くらいの大きさのお鍋でコトコトと煮込むのね。それをみんなで食べるの。お風呂くらいの鍋？100人分くらいかしらね。そのお鍋にこの村のお野菜を使いたいのよ。カロッテ村のひよこ豆を40個。でもね、さすがにおばあちゃんの足が10代でもそんなには運べないの。だからハーフェまで運んでほしいのよ。どうしようかな。あら、まあありがとう。そんなに焦らなくてもいいから、都合のいい時によろしくお願いするわね。ああ、今日もよく働いた。明日からは別に。あら、ビオラートじゃない。
ビオラートじゃない。どうして？お店番をすきゃーし。いらっしゃいませ。どこからともなく優良な食材の匂いがするね。ここはもしかして？いらっしゃいませ。ああ、人参を食っている店員なんて初めて見たね。私はこの店が気に入った、気に入ったよ。今日はこれを、これはちょっと傷物だね。これだと定価では買えないね。いくらにしてくれるかね。どうしようかな。なるほど、わかったね。今回はせっかく来たし、その価格で買っていこうかね。やったー。しかしこの店はどうしていつも美味しい匂いがするのかね。料理屋というわけでもないのね。それはすぐそこが台所で、いつも料理の支度をしながらお店番するからかな。おお、料理の支度。いい響きだね。私は料理やご飯の話題は大好きなんだよ。聞いてるだけでご機嫌になるんだ。私には夢があるんだ。一度でいいから世界一周食べ歩き旅行をしたいんだよ。けど運動嫌いだから困ってるんだよ。はあ。いらっしゃいませ。よっ、俺だ。また来たぜ。しかしこの村はいつ来ても和むな。まるで別世界だ。今日はこれを買いに来たんだが、まさかこんな高いとは思わなかったんだ。ちょっと負けてくれないか。どうしようかな。よし、買うことにする。せっかくここまで来たんだからな。やったー。そういえばダスティンさんって外出するときも作業着なんだね。人のこと言えないけど。あ？ああ、気になるか。まあ特に不自由もしてないしな。けど作業着じゃ女の子にモテないよ多分。いや、今は別にいらねえ。それより今はいかにして最高の武器を作るかで頭がいっぱいだからな。そうなんだ。でもそういうのもかっこいいな。あー、今日もよく働く。明日からは別。ええ、いいわよ。
店番をするよ。よーし、今日も一日頑張るぞ。いらっしゃいませ。お嬢さん、先日譲ってもらった品物、大切に使わせてもらうよ。あれほどのものはそう滅多にお目にかかれない。本当？うわぁ、そんなこと言われたら、なんだか私も嬉しくなっちゃうよ。今日はこれが欲しくて来たのだよ。すでにどこにもなくてね。この店はいざという時に助かるね。ありがとうございました。おや、失礼。お釣りが10コール足りないようだが。あれ、今ちゃんと確認して渡したと思ったんだけど、どこかに落ちちゃったかな。効果はここだよ、お嬢さん。私の袖の中だ。え、いつの間にそんなところに。だってザビットさんずっと手のひら出してたし、私も見てたし。昔はこういうことをいろいろやっていてね。今のもちゃんと種はあるのだが、それは秘密にしておこう。迷ってるみたい。声をかけてみようかな。いらっしゃいませ。あの、また売っていただいていいですか。あ、先日は素敵なものを売っていただいてありがとうございました。本当？うわぁ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。これ今日はどうしても欲しくて、でもここにあってよかった。あの、ごめんなさい。お代の代わりにこの原石でいいですか。本当にお金全然ないんです。ありがとうございました。また来てくださいね。あー、今日もよく働いた。明日からは別のことをしなくちゃ。いいわよ。
お店番をする気よーし。いらっしゃいませ。リオちゃんこんにちは。そうそう、こないだ買っていったあれ、とってもいいものでびっくりしちゃったわよ。本当？うわぁ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。リオちゃんナイスよ。おばさんこれが欲しくてね。本当に何でも揃う店になってきたわね。今日はね、これがうちで取れたからこれをあげるわね。いいお野菜が取れたからリオちゃんにもおすそ分け。よかったら食べて。わあ、いいの？こんなに素敵なもの、ありがとう。また来てくださいね。迷ってるみたい。いらっしゃいませ。何かお入り用ですか？いらっしゃいませ。こんにちは。こないだ売ってもらったあれ、すごくいいものだったわ。このお店は品質も一番ね。本当？うわぁ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。これお願い。リオのお店ってしっかりお客さんの欲しがるものをチェックしてるのね。偉いわ。はい、それじゃあお代はこれでいいかしら。毎日いいお野菜をしっかり食べないとダメよ。ここには畑って売ってないのね。もし売ってたらきっといい畑なのに。え？掃除に使う畑だったら雑貨屋さんでいつも売ってるでしょ。あれじゃダメなの？そうなのよ。ほら、畑って消耗品でしょ。すぐ壊れちゃうし。錬金術の畑なら少しは長持ちするかなって。クラーラさん、畑ってどれくらいで壊れてるの？うちは数年持つんだけど。あら、そんなに持つの？私のところは10日くらいかしら。その畑ってどこで買ったの？私もそれ欲しいわ。一体どういう使い方をしているんだろう。よく働いた。さて、明日からは別のことをしな。ええ、いいわよ。
お店番をすきよーし、今日も一日頑張るぞ。いらっしゃいませ。この前買ったあれすっごい美味しかったよ。もう癖になっちゃいそうだよ。本当？あー、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。今日はこれください。言いたいところなんだけど、ちょっと予算オーバーなんだ。なんとかならない？どうしようかな。そっか、それだと、まあいいや、今日は買っちゃう。やったー。そういえばこの村って女の子が多いわよね。いいなぁ。いいなぁってどうしたの？バスビンダーってむっさいおっちゃんばっかりでしょ。女の子なんて全然いないんだから。あー、たまには女の子たちとパーッと遊びたいな。いらっしゃいませ。こんにちは。この前買っていったあれすごいわね。ちょっとびっくりしちゃったな。本当？あー、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。これ欲しいんだけど、もう少しまからないかしら。ほら、元が高いでしょ。だからね。どうしようかな。うん、わかった。それじゃあそれで買うわね。やった。ああ、誰かいい人いないかしら。ねえ、あなたお兄さんとかいないの？いたら紹介してよ。え？いや、いるけど、おすすめはしないよ。きっと災いが降りかかるから。なんでそこまで。ああ、やっぱりいい人ってそうそうはいないのかしらね。
トーニヒドルフにはいい人いないの？いないわね。確か今日でお店番一旦おしまいよね。しばらく家のことが溜まってるから無理だけど、またお店番しに来るわ。今までありがとう。また忙しくなったらお願いするかもしれないけど、その時はよろしくね。あー、今日もよく働いた。さて、明日もお店。おう、どうした？バク、しょうがねえな。本当にお前は俺がいないと何もできねえんだな。
この辺かな。これを頼まれていたんだっけ。ちょうどいいから渡しちゃおうかな。のひよこ豆40個持ってきたよ。あらあら、どうもありがとうね。これでお鍋会ができるわ。そうだ、よかったらお嬢ちゃんも一緒にどうかしら。本当？わーい、ありがとう。ね、やっぱりお嬢ちゃんのお店がカナーラントで一番だわね。本当？ああ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。少し多めに作ってもよかったわね。あとこれ、少ないけどお礼代わり受け取ってね。どんなご用かしらね。私は昔からの知恵で、ありがとう。あら、何の用かしら。そういえば最近また町が騒がしくなったわね。また何か流行り始めたのかしら。どうしよう。今町ではこんなことが流行になっているみたいよ。乗り遅れないようにね。これから隣国の目お買い物が多くて大変よ。さてさて、お次はルキア。あ、また来てくれたね。今日は何が欲しいのかな。実は気になってる人がいるんだ。ありがとう。あ、何を買ってくれるんだい。
ありがとう。よう、いらっしゃい。ゆっくり見てってくれよ。よう、どうした？またよろしく。ねえ、ダスティン、この鎧ってずっとここに置きっぱなしだけど使わないの？なあ、それか。そいつは実は高級で超イカす鎧だったんだけど、もうひしゃげちまってゴミなんだ。捨てりゃいいんだけど、物が物だけにもったいなくてさ、ずっと置きっぱなしなんだ。使うんだったらやるぜ。それじゃあいただき。いらっしゃい。ゆっくり見てって。よう、どうした？どれを売ってくれるんだ？
またよろしく。お買い物。僕は物を直すのが得意なんだ。でもいつもなんだか前と少し違った形になっちゃうんだ。なんでかな。今日は朝早く起きちゃったからとっても眠いんだ。さっき木の根っこで、もう片付けても片付けても誰かが汚すからちっとも片付かないよ。我々はここで。よ、どうした武器屋には妖精がし、なんだよ姉さん、おいらに。そんな、これからが本番だってのに。行くぜ行くぜ、おいらの腕がチリンチリンなるぜ。期待してくれよ。いや、なんだか妖精。そろそろ。そろそろ。
そろおじいさん。あら、あら、そろそろ。あら、そろそろ。あら、そろそろ。あら、あら、そろそろ。あら、そろそろ。大きな時計だ。あら、そろそろ。あら、そろそろ。あら、そろそろ。ねえ、そのカゴに入ってるのって何？キャッ、それかわいい。かわいいってこの人をバカにしたような作りの幻の樽のことですか？そう、それよ。どこで買ったのかしら？どこって言われても、こういう変なのが可愛いなんてクラーラさん変わってるな。そうだ、できたら譲ってほしいのだけど。いい？もし貴重品なら頑張って8000コールまでなら出すわ。どうしよう。本当？ありがとう。大事にするわね。こんなのどこが可愛いのかな。ああ、いや、早かったな。いや、決して昼寝なんかしてねえぜ。いや、ほんとだってばよ。この前生産した時からこれだけのものが売れている。おう、どうした？
お店番をすよーし。いらっしゃいませ。よう、この前買ったあれ、よかったぜ。かわいこちゃんのぬくもりをいっぱい感じることができて幸せ。ほんと？うわぁ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。今日はもちろんこれ。いやぁ、さすがかわいこちゃんのお店は充実してるな。より一層ファンになっちまうぜ。ありがとうございました。かわいこちゃん、毎日お店番大変だね。たまには休んでさ、僕と一緒にお酒でも飲まないかい？あんまりお酒好きじゃないし。いらっしゃいませ。まずは礼を言わせてくれ。先日譲り受けた品、大変役に立った。とても感謝している。本当？今日はこれをいただこう。いや、助かった。ありがとうございました。そうだ、今日はいつも世話になっている礼に土産を持ってきた。よかったら受け取ってくれ。わあ、いいの？こんなに素敵なもの、ありがとう。また来てくださいね。ああ、今日もよく働いた。さて、明日もお店番をしようかな。また頑張ろう。いらっしゃいませ。やあビオ、この前は素敵なものをありがとう。とっても良かったよ。本当？うわあ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。今日はこれ、ビオの店にあって良かったよ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。こんにちは。この前買っていった商品すごく良かったよ。今までいろんな店を回ってみたけど最高だった。本当？うわあ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。今日は実に興味深いものを見つけたんだけど、構成価格から外れていると思うな。値引きを提案するよ。どうしようかな。さすが、素晴らしく聡明な判断だ。実にいい店主と評価しよう。やったー。そうだ、今までこの店をずっと注意深く見ていたんだけど、ようやく分かったことが一つあるんだ。あなたの店は錬金術で精製した品を売る錬金術のお店だよね。すごい、よくわかったね。あ、ううん、これはもう初めて来た頃からわかっていたんだけど、父の店に来ていた女性も錬金術師だったことがわかったんだ。当時フィンデン王国では錬金術はすでに廃れていたはずなのに、その女性は高度な錬金術を使いこなしていたみたい。え、隣の国にも錬金術師がいるの？それもすごい高度な調合ができる。
うん、しかし厳密にはいたと。ある日を境にふっと姿を消してしまったそうなんだ。いやはや女神か天使か。おっと、僕としたことが。理屈で解明できないもので仮説を立ててしまうとは、これは失礼。しかし僕も親父と同じように錬金術を目の当たりにできた。それだけでも十分幸せだよ。なんかそう言われるとちょっと嬉しいかも。あー、今日もよく働いた。さて明日もお店番をしようかな。別のことをしなくちゃ。仕方ねえな、短い休みだったぜ。お店番をするきゃ。調子はどう？そうそう、この間のアイテム結構良かったわよ。ずいぶん腕を上げたわね。本当？うわぁ、そんなこと。これこれ、今日はこれが欲しかったの。ありがとうございました。ところでこの間こんなの作ってみたんだけど、作るだけ作って使い道がないのよ。よかったらあなたにあげるわ。わぁ、いいの？こんなに素敵なもの。ありがとう。また来てくださいね。いらっしゃいませ。こんにちは。この前お嬢ちゃんに譲ってもらったあれ、すごくいいものだったわよ。おばあちゃん感動しちゃったわよ。本当？うわぁ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。今日は面白いものを置いてあったもんだから、おばあちゃんお野菜よりこっちを買うことにしたわよ。ありがとうございました。そういえばお店、旦那さんと一緒にやってるんでしょ？いいわね。え？旦那さん？私が？そんな人いないよ。あらあら、そうだったの。さっきパジャマ姿で頭ボサボサの男の子を見かけたから、旦那さんかと思っちゃったわ。それは多分お兄ちゃんです。まあお兄さん。あらあら、全然似てないわね。お嬢ちゃんはこんなにしっかりしてるのに。まあ恥ずかしいやら悲しいやら。you
もよく働いた。明日からは別の。お店番を押よーし。いらっしゃいませ。よ、この間買ったあれよかったぜ。こういうことがあるから来るのが癖になるんだよな。本当？そんこれだ、これこれ。いや、あってよかった。カロッテ村まで来た甲斐があったぜ。ありがとうございました。そうだ、この前すげえ嬉しいことがあったんだぜ。俺の鍛えた剣が怪物から一つの村を救ったってんだ。やっぱりこういうことがあってこそこの仕事していてよかった、店やっててよかったって思うってものさ。そうだね、その気持ちわかるよ。私もそうなったらいいなって思うもん。だけど武器ってのはまさに諸刃の剣だな。作った武器が罪もない人を傷つけちまうこともある。そういう話を聞いた時はやっぱり辛いな。仕事やってりゃいいことも悪いこともある。だからこそいいことがあると余計に嬉しくなるんだよな。迷ってるみたい。いらっしゃいませ。何かお入り用ですか？いらっしゃいませ。いやあ、元気でやってるね。実はこの前買ったあれ大のお気に入りでね、思わず偽造したくなっちゃったね。本当？今日はこれを、これはちょっと傷物だね。これだと定価では買えないね。いくらにしてくれるかに。どうしようかな。なるほど、わかったね。今回はせっかく来たし、その価格で買っていこうかね。やった。そうだ、この店には食べながら痩せられるものは売っていないから。そう、理想は食べるほど痩せる食材だね。そんなのないよ。あったら真っ先に私が食べるよ。
それ以上痩せる必要はなさそうだけどね。私は結構切実なんだよ。太っているとこう疲れるんだ。もうよく働いた。さて、明日からは別のことをしなちお店番をする。よーし、いらっしゃいませ。お嬢さん、先日譲ってもらった品物大切に使わせてもらうよ。あれほどのものはそうめったにお目にかかれない。本当？うわぁ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。今日はこれが欲しくて来たのだよ。すでにどこにもなくてね。この店はいざという時に助かるね。ありがとうございました。しかしカロッテ村に足を運ぶ回数も増えたな。ここへ来ると妙に落ち着いてしまっていかんな。え、いいじゃないですか。落ち着いていってくださいよ。ああ、ありがとうお嬢さん。実はいつも目に見えない影に怯えていてね。昔は私も犯罪まがいのことを随分としたものでね。今はもう足を洗ったが、しかし私がやらなくなったからといって相手がそうかというと必ずしもそうではない。今でも私を消しに来るのではないか、そう思うとなかなか落ち着かないものなのだよ。しかしこの村に来ると平和でそんなことを全部忘れてしまいそうになるのだよ。迷ってるみたい。いらっしゃいませ。何かお入り用ですか？いらっしゃいませ。あの、また売っていただいていいですか？あ、先日は素敵なものを売っていただいてありがとうございました。本当？うわぁ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。これ、今日はどうしても欲しくて。でもここにあってよかった。あの、ごめんなさい。お代の代わりにこの原石でいいですか？本当にお金全然ないんです。
ありがとうございました。あの、今日家にいい石が落ちていたから、いつものお礼に差し上げます。いつもくず石ばかりで申し訳ないから。わあ、いいの？こんなに素敵なもの、ありがとう。また来てくださいね。ああ、今日もよく働いた。さて、明日。お店番をよーし、今日いらっしゃいませ。リオちゃん、こんにちは。そうそう、こないだ買っていった。ほんと？リオちゃん、ナイスよ。おばさん、これが今日はね、これがうちでと。迷ってるみ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんにちは。こないだ売ってもらったあれ、すごくいいものだったわ。このお店は品質も一番ね。ほんと？うわ、これお願い。リオのお店って。はい、それじゃあお代はこれでいいかしら。毎日いいお野菜をしっかり食べないとダメよ。人参だ、ありがとうございます。それと今日はビオにうちで作ったおかずを持ってきたわ。毎日お店番してたら夕食作るのも大変だと思って。わあ、いいの？こんなに素敵なもの、ありがとう。よく働いた。さて、明日。よし、明日もまた頑張ろう。いらっしゃいませ。こんにちは。この前買っていったあれ、すごいわね。ちょっとびっくりしちゃったな。本当？
わあ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。これください。よかった。もう本当にここまで来るのって結構博打なのよ。ありがとうございました。また来てくださいね。いらっしゃいませ。この前買ったあれすっごい美味しかったよ。もう癖になっちゃいそうだよ。本当？うわぁ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。これちょうだい。よかったって。もう今売れちゃってどこの店にもないんだもん。ありがとうございました。あ、そうだ、あのちょっと相談なんだけど。ん？何？誰にも言っちゃダメよ。絶対に秘密にしといてね。の薬あったら欲しいんだけど。もちもちしてたらわからないよ。誰にも言わないからズバッと言っちゃおうよ。痩せる薬。ごめん、それはない。ないの？だって錬金術のお店でしょ。何でもできるんでしょ。そう言われても。それ以前にミフィスさん、お酒控えた方がいいと思うけど。それは嫌なの。もうよく働いた。よし、明日もまた頑張ろう。いらっしゃいませ。ねえビオラート、この間譲っていただいたあれすごい品ね。あなたって本当にすごいわ。本当？うわぁ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。これをいただきたいのだけど、さすがにちょっと高くないかしら。私は構わないけど他のお客さんが引くわよ。どうしようかな。わかったわ。それじゃあその金額でいただくわね。やったー。そうそう、これこの間また家から送られてきたんだけど、あなたに半分あげるわね。きっと気に入ると思うわ。わあ、いいの？こんなに素敵なもの。ありがとう。いらっしゃいませ。やあお嬢ちゃん、また来たよ。そうそうそう、こないだ買っていったもの最高だったよ。おじさんますます入り浸りさ。本当？うわあ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。これをね、欲しいんだけどね。それじゃあ今日はこれをお題としてあげよう。これはすごい力を秘めたものでね、どんなにお金を出しても買えないよ。
ありがとうございました。そうだ、今日はおじさん、お嬢ちゃんにお土産を持ってきたんだよ。はい、これをあげよう。わあ、いいの？こんなに素敵なもの。ありがとう。また来てくださいね。ああ、今日もよく働いた。さて、明日もお店番をしようかな。明日からは別のこと。お店番をよーし。いらっしゃいませ。こんにちは。この前は素敵なものを譲ってくれてありがとう。後で見たらすごくいい品でびっくりしたわよ。本当？うわー、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。これよこれ、もうどこにもなくてここまで足を運んだ甲斐があったわ。ありがとうございました。さて、これで買い出しは完了っと。そうだ、この辺りで夜あまり冷えないおすすめのスポットってある？カタリーナさん、また野宿？あまり外でばかり寝てると体に悪いと思うけど。そんなことないわよ。人間だって昔はみんな外で寝てたんだから。何事もありのまま、自然のままが一番よ。大地は清水を育み、人はそれを命の源とするってね。だから私は別に気にならないわね。いらっしゃいませ。こんにちは。あ、そういえば本当？これください。よかった、あっていい品をありがとうございます。どうもありがとう。あ、そうだ、これうちの近くのファクトア神殿で取れたお宝です。よかったらどうぞ。わあ、いいの？こんなに素敵なもの。ありがとう。
もよく働いた。さて、明日もお店番をしようかな。ありがとう。妖精さんも買い物ってするんだね。知らなかったな。そりゃそうさ、オイラたちだって町に出れば行商だけじゃなくて買い物だってするんだ。常に刺激のあるホットニュースをチェックしておかないとね。時代に取り残されると行商だって厳しくなるのさ。ねえ、この間買ったあれすごくいいものだったわよ。あれも自分で作ってるんでしょ。すごいな。本当？うわ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。今日はこれをって誰かの先約ないわよね。これね、私の店ももう売り切れちゃって自分の分がないのよ。それじゃあ今日はこれでいいかしら。ビオちゃんのためにできるだけいいものを選んでおいたから。ああ、なんだかすごく得した気分。ありがとうございます。ところで、最近お兄さんは元気？あんまり見かけないけど。お兄ちゃん？お兄ちゃんはお店番もすぐにサボるし、どっか出かけちゃうし、家にいてもゴロゴロしてるしで、全然ダメだよ。そうなの？ふん、ちょっと残念。もよく働いた。さて、よし、あっ、いらっしゃいませ。やあ、この前買ったあれはすごいな。感動したよ。こういうことがあると
遠路はるばる来てよかったと思う。本当？うわ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。今日はこれが欲しいんだが、ちょっと旅の途中でお金が底をついてしまって、なんとかならないかな。どうしようかな。よし、ではそれで買おう。商談成立だ。やったー。いて、また傷んでいる、なかなか治らないな。どうしたの？ああ、この間蜂に刺されたんだ。すぐに痛みも引くだろうと思っていたんだが、なかなか治らなくてな。え、あの猛毒の蜂に？大丈夫？あ、いつも携帯している解毒剤でなんとかな。しかし痛みは長引くんだ。なんとかならんものか。あ、そうだ。それなら私がおまじないで痛みを取ってあげるよ。本当か？なんだ、前はそういうのはないと言っていたが、やはりあるんじゃないか。一つ頼むよ。じゃあ行きますよ。痛いの痛いの飛んでけ。あれ、ダメだった？いや、痛みはもういいんだが、なんというかこう新鮮だった。それじゃあまた来る。買ったあれ、すごくいいものじゃないか。うちに帰って見てみてびっくりしちゃったよ。本当？うわ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。今日はこれ、理由は聞かないでくれ。ありがとうございました。あれ、どうしたのクラップ？ぐったりしちゃって熱でもあるの？ああ、熱ならあるよ。それもとびっきりの熱が。僕はもう君なしでは生きていけない。え？ちょっと、そんな、突然こんなところで告白なんて、心の準備が。リオじゃないよ。はあ、クリエムヒルトさん、もう君から離れられない、はあ、まあいいや、また来るよ。私じゃなかったのか。でも、ずいぶん熱上げてたみたいだな。あー、今日もよく働いた。さて、明日からは。
お店番をするよ。よーし、今日も一日頑張るぞ。いらっしゃいませ。まずは礼を言わせてくれ。本当？それではこれをいただこうか。この店で扱っている爆弾の性能が見たいのでね。ありがとうございました。また来てくださいね。いらっしゃいませ。よう、この前買ったあれよかったぜ。可愛い子ちゃんのぬくもりをいっぱい感じることができて幸せ。本当？うわぁ、そんなこと言われたら。今日はこれが欲しいんだが、どうしようかな。よし、買った。僕は買うぜ。可愛い子ちゃんのためなら何だって買うぞ。やった。もうよく働いた。やあ、ビオ。この前は素敵なものをありがとう。ほんと？今日はこれ。ありがとうございます。また来てくださいね。いらっしゃいませ。こんにちは。この前買っていった商品、すごく良かったよ。ほんと？うわぁ、そんな…今日は実に興味深いものを見つけたんだけど。どうしようかな。さすが。素晴らしく聡明な判断だ。実にいい天使と評価しよう。やったー。そういえばちょっと小耳に挟んだんだけども、ここに姉貴も来てるんだって。ルディ・ヤッケ。うん、来てるよ。そうか、姉貴いろいろ困らせてない？わがままで子供っぽいから心配なんだ。はあ。兄弟喧嘩をすれば僕が姉貴をリズメで負かしたものさ。姉貴はすぐ感情的になるからね。あ、ごめん、勝手に昔話なんて始めちゃって。大変な姉だと思うけど、今後ともよろしくお願いします。どっかで聞いたような話。あー、今日もよく働いた。この前お嬢ちゃんに譲ってもらったあれ、すごくいいものだったわよ。おばあちゃん感動しちゃったわよ。本当？うわぁ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。
今日は面白いものを置いてあったもんだから、おばあちゃんお野菜よりこっちを買うことにしたわよ。ありがとうございました。また来てくださいね。いらっしゃいませ。調子はどう？本当？今日はこれが欲しかったのだけど、ちょっと値段が高いわね。私ならこのアイテムはこんな高額にしないわね。どうしようかな。いいわ、それで買いましょう。やったー！また来てくださいね。あー、今日もよく。この間買ったあれ、よかったぜ。こういうことがあるから来るのが癖になるんだよな。本当？うわ、そんなこと言われたら、なんだか私も嬉しくなっちゃうよ。これだこれこれ。いや、あってよかった。カロッテ村まで来た甲斐があったぜ。ありがとうございました。そうだ、聞いてくれよ。俺の作った武器の評判がどうやら隣の国まで行ったらしいんだ。隣の国からわざわざ商人が買い付けに来るようになったんだぜ。すごいじゃない。隣の国まで噂が広がるなんて相当な評判だよ。あ、やっぱり頑張っていいものを作ってれば世間はそれに応えてくれるってもんだ。あんたも頑張れよ。それじゃあな。迷ってるみたい。いらっしゃいませ。何か。いらっしゃいませ。いやあ、元気でやってるね。実はこの本当？うわ。今日はこれを、これはちょっと気。どうしようかな。なるほど。わかったね。今回はせっかく来たし、その価格で買っていこうかね。そうだ、すごいニュースがあるんだよ。でもただでは教えられないんだね。でも嬉しいからただで教えてあげよう。はあ、ついに私の夢が叶えられたんだよ。ファスビンダー郊外についにできたんだよ。そう、リーマン実験農場がね。ふむふむ。そこでは植物の研究をするんだね。一つの種で人参とブドウがなる人道の研究、直径1メートルの夢の芋。さらに放っておいてもどんどん実をつけるリンゴ、一つの木に1000個なるウニ。今から楽しみでお腹が空いてくるんだね。もし何か良さそうなアイディアがあったら教えてくれ。はあ、
よく働いた。さて、明日もお店番をしようかな。明日からは別のこと。いや、今日どうしよう。今はこんな流行が発生している。
お店番をよーし。いらっしゃいませ。お嬢さん、先日譲ってもらった品物。本当？今日はこれが欲しくて来たのだよ。ありがとうございました。そうだ、今日はお嬢さんに一つ土産がある。まあファスビンダーではタダみたいなものだが、よければ飲んでくれ。わあ、いいの？こんなに素敵なもの、ありがとう。また来てくださいね。迷ってるみ、いらっしゃいませ。何かお入り用ですか？いらっしゃいませ。あの、また売っていただいていいですか？あ、先日は素敵なものを売っていただいてありがとうございました。本当？うわ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。これ今日はどうしても欲しくて、でもここにあってよかった。あの、ごめんなさい、お代の代わりにこの原石でいいですか？本当にお金全然ないんです。ありがとうございました。また来てくださいね。あー、今日もよくあった。こんにちは。そうそう、ほんとリオちゃん、ナイスよ。おばさん、今日はね、これがうちで。わーい、人参だ。ありがとうございます。そうだ、今日はいいお野菜が取れたからリオちゃんにもおすそ分け。よかったら食べて。わあ、いいの？こんなに素敵なもの、ありがとう。また来てくださいね。迷ってるみ、いらっしゃいませ。何かお入り用ですか？いらっしゃいませ。こんにちは。こないだ売ってもらった。本当？はい、これお願いね。日用品ならビオのお店で大体揃うから便利ね。はい、それじゃあお代はこれでいいかしら？毎日いいお野菜をしっかり食べないとダメよ。それと、今日はビオに
うちで作ったおかずを持ってきたわ。毎日お店番してたら夕食作るのも大変だと思って。わあ、いいの？こんなに素敵なもの、ありがとう。また来てくださいね。ああ、今日もよく働いた。さて、明日もお店番をしようかな。明日からは別…お店番をする。よーし、今日いらっしゃいませ。この前買ったあれ、本当？これちょうだい。よかった、ありがとうございました。また来てくださいね。いらっしゃいませ。こんにちは。この前買っていったあれ、すごいわね。ちょっとびっくりしちゃったな。本当？うわぁ、そんなこと言われたら、なんだか私も嬉しくなっちゃうよ。これください。よかった。もう本当にありがとうございました。また来てくださいね。あー、今日もよく働いた。明日からは別のこと。
お店番をする。よし、いらっしゃいませ。ねえビオラート、この間譲っていただいたあれ本当？これをいただきたいのだけど、さすがにちょっと高くないかしら。私は構わないけど、他のお客さんが引くわよ。どうしようかな。わかったわ。それじゃあその金額でいただくわね。やったー、また来てくださいね。いらっしゃいませ。いやお嬢ちゃん、また来たよ。そうそう、本当？これをね、欲しいんだ。それじゃあ今日は、そうだ、今日はおじさん。わあ、いいの？また来てくださいね。ああ、今日もよく働いた。これよこれ、もうどこ。ありがとうございました。お店の方はどう？だいぶいい感じにやっていそうだけど。そうだね、けど問題はいろいろ起こるよ。大きいのから小さいのまでいろいろ。そう、でも悩みがあるってことは、それだけ毎日充実してるってことだからいいじゃない。そういえばカタリーナさんってなんだかあまり悩んだりしない感じだけど、悩みとかってあるの？ないわね。毎日を風のように生きていくだけよ。怒ったことは素直に受け入れる。悩むことなんて何もないわ。あー、今日もよくあった。また頑張ろう。いらっしゃいませ。こんにちは。ねえ、この間買ったあれ本当？うわ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。今日はこれをって、誰かの先約ないわよ。それじゃあ今日はこれでいいかしら。ビオちゃんのため。それじゃあこれからちょっと畑へ顔を出してこようかしら。そろそろ野菜の収穫時期だから。そういえば前も野菜を育てるのがどうとかって言っていたけど、お店やりながら畑もやってるの？そうね、お店は仕事、畑は趣味よ。野菜の他はお花専門だけど。でもこの村は自由に畑が作れていいわよね。そうだよね、絶対に都会よりいくらでも人参畑を作れるここの方がいいよね。
でもごめんなさいね。私はそのうちここをお花でいっぱいのお花畑村にするつもりだから。そんな、せめて人参畑は残しておいてよ。いらっしゃいませ。お姉さん、お姉さん、この間本当？今日はこれをもらうよ。オイラの森ではありがとう。そういえばお姉さん、この店は行商販売ってやらないのかい？え、今のところはあまり。それだからいつまでとってもこんな偏僻なところで地味に店を構えてるだけになるのさ。いいかいお姉さん、商売というのは1に根性、2に根性、3子はなくて5に根性。行商は基本中の基本だよ。まあオイラは冒険をしとこうったから行商はやってないんだけどね。もうよく働い。よし。いらっしゃいませ。ねえねえ、この間買ったあれ。ありがとうございました。いや、この前買ったあれはすごいな。感動したよ。こういうことがあると遠路はるばる来てよかったと思う。本当？うわぁ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。これを。いや、すまない、なかなか手に入らなくてね。まさかこんなに品薄になるとは思わなかった。ありがとうございました。最近は蜂の方は大丈夫？刺されたりしてる？あ、ありがとう。最近は割と安全だ。それにこの店の薬があれば百人力だ。この村の女性は皆優しいな。この前もそこで木の根っこにつまずいて転んでしまった時も、髪が長いおとなしそうな人が助けてくれたんだ。クラーラさんかな。きっとみんなのんびりしてるからじゃないかな。でもホーニヒドルフも同じじゃない？ルディさんとか優しそうに見えるけど。ダメだ、あんなジャジャ馬なんか。いっそのことこの村に引っ越したいくらいだ。よし、明日もまた頑張ろう。
まずは礼を言わせてくれ。先日譲り受けた品、大変役に立った。とても感謝している。本当？うわ、そんなこと言われたらなんだか私も嬉しくなっちゃうよ。それでは早速だが、これをいただこう。この店の武具がどのようなものかを見てみたい。ありがとうございました。そうだ、今日はいつも世話になっている礼に土産を持ってきた。よかったら受け取ってくれ。わあ、いいの？こんなに素敵なもの、ありがとう。また来てくださいね。いらっしゃいませ。よう、この前買ったあれ、よかったぜ。本当？今日はこれが欲しいんだが、実はちょっと通いすぎで財政なんでさ。なあ、ファンサービスだと思ってさ、一つ。どうしようかな。よし、買った。僕は買うぜ。可愛い子ちゃんのためなら何だって買うぞ。やった。ねえ、今日はどう？どこかに遊びに行かない？一度でいいからさ、もっと君のこと知りたいんだよ。誘ってくれるのは嬉しいんだけど、私軽そうな人ってダメなんだ。僕って軽そうに見える？そっか、普通だと思うけどな。普通？だって見るからにいろんな人に声かけてそうだし、節操なさそうだし。そんなことはないよ。僕には心に決めた人がいるし、それに。ほら、やっぱりそういう人がいるのに声をかけてきてるじゃない。やっぱり私の目に狂いはなかった。よく。よし、明日もまた頑張ろう。いらっしゃいませ。こんにちは。この前買っていった商品、すごく良かったよ。本当？今日はもちろんこれを買いに来たんだ。ありがとうございました。そうだ、今日はビオラートさんにお土産があるんだ。メッテルブルグ付近でよく取れる名産品なんだけど。わあ、いいの？こんなに素敵なもの、ありがとう。また来てくださいね。いらっしゃいませ。やあビオ、この前は素敵。本当？今日はこれをもらえるかな。武具の準備はいつも怠らないようにしないとね。ありがとうございました。また来てくださいね。あー、今日もよくあった。明日もまた頑張ろう。いらっしゃいませ。調子はどう？そうそう、本当？これこれ、今日はこれが欲しい。ありがとうございました。また来てくださいね。いらっしゃいませ。こんにちは。この前お嬢ちゃんに譲ってもらったあれ。本当？今日はね、これを買いに来たのよ。ありがとうございました。そうそう、いつもお邪魔しちゃってるから、今日はおばあちゃん手料理を作ってきたわよ。召し上がれ。わあ、い
の？こんなに素敵なもの。ありがとう。また来てくださいね。あー、今日も。別のこと。やあ、どうしよう。今はこんな流行が発生して。